どうも、ハチユリマスです。というわけで、今回の動画は見てわかる通り、ヒョウモントカゲモドキを迎えしたんですけど、今まで訪問撮影を続けていく中で、様々な方と出会ってきて、僕自身もね、繁殖に挑戦したいなという気持ちと、ゴマシオの子供が見たいなという気持ちが強まってたんですよね。で、この度、ゴマシオのお嫁さんを迎えしたんですけど、この子はマックスのジャングルというモルフになります。レオパブリーダーの方にお話を聞いたときに、スーパー体同士をかけると、奇形率や見た目が完璧でも、胃腸不良と、虚弱体質の子が生まれる可能性がある場合があるとのことだったんで、もともとはマックスノーの女の子を探していたんですけど、本日 ESP さんでこの子と出会いまして、で店長の方がジャングルが入っていると入り乱れるからダルメシアンの面白い模様の子が生まれるかもしれないねということだったんで、今回はこちらのマックスノージャングルの女の子をお迎えしました。ただまだサイズが小さくて繁殖はできないんで、これから飼育していきながら繁殖について考えていけたらなと思います。ということで、今回はですね、この子の飼育環境を作っていきたいと思うんで、よかったら参考にしてみてください。それではやっていきましょう。ということで、飼育環境を作っていきたいと思うんですけども、今映っているのがプラケースの台になります。もともとはバナナヤモリに使ってたケースなんですけど、バナナヤモリたちが、デジケースの一番大きいのにお引越ししたんで、こちらが余ってたんですよね。なので、こちらを使っていきたいと思います。で、床材なんですけど、床材は、もうね、親の仇のようにね、動画で出してるんですけども、もうこちらのジョジョサンドを使っていきます。はい。こちらはね、消臭性も優れていて、湿度も保てるような万能な床材になっております。で、本来だと、両生類用クモ、サソリ、ムカデ類用という、そういう虫たち用でも使えるやつなんですけども、これとは別に、ヒョウモントカゲモドキ専用のジョジョサンドもあるんで、そこが気になる方はそちらを使った方がいいかもしれません。では、この中にジョジョサンドを入れていきます。入れることができたら、まんべんなくやって、これぐらいですね。はい。指が1本分ぐらい入れました。で、床材を入れることができたら、今度はこちらの水入れを入れていきます。ここから水を飲むんですけども、本来だとこれは餌皿なのかな？爬虫類用の。ただ水入れとしても使えるんで、こちらを使っていきます。はい。では入れていきましょう。で、四隅に置いて、この中に水を入れるだけですね。はい。こんな感じで入れていきます。ただこれ平べったいんで、すぐに水が蒸発してなくなっちゃったりするんで、それが嫌な方は違う商品でウォーターディッシュっていうのかな、そこが深い水入れが水皿があるんで、そちらを使ってみるといいかもしれません。今回はこちらがちょっと余ってるんで、この商品を使っていきます。次にヒョウモントカゲモドキの隠れ家を入れたいと思うんですが、今回使用するのがこちらのシェルターさんが販売しているウェットシェルターを使っていきたいと思います。こちらは高温度調整により素焼きのものに比べると高い強度があり、カビも生えにくく汚れも落としやすい設計とね、もうめちゃくちゃ可愛いのにすごく使いやすいウェットシェルターになっています。で、水をゆっくりと吸収する特性があるみたいで、長時間しっとりた湿度を保つことができるみたいなんですよね。なので最近はこちらのシェルターさんが販売しているウェットシェルターを応用させていただいてるんですけども、こういう見た目以外にも動物を模しためちゃくちゃ可愛いウェットシェルターとかも販売してるんですよね。で、そちらを紹介している動画とかもあるんで、よかったらね、そちらの動画を見てみてください。ということで、こちらのウェットシェルターをこの中に入れていきます。ちなみに中にいるのは多分イエアメガエルです。はい。めっちゃ可愛いよね。こちらもおまけで購入した時についてきました。はい。このように入れます。飼育環境自体はこれで完成です。すごくシンプルなんですけども、ヒョウモントカゲモドキの飼育環境はこんな感じです。で、あとは上からちょっとね、霧吹きをしてあげます。ウェットシェルターがね、入っているんで、そこまで湿度は気にする必要はないんですけども、ヒョウモントカゲモドキ自体が、脱皮をするときに、ある程度の湿度がないと、脱皮失敗したりするんで、シェルターはこういうウェットシェルターの方がおすすめだと思います。では、この飼育環境の中に、今回お迎えしたヒョウモントカゲモドキのマックスのジャングルを入れてあげます。お名前どうしようかな。なんか、君と白。レモンちゃん。なんか違うな。なんかまた、ね。思いついたら名前にしたいと思うんですけど、ちょっと出てきな。はい。もう出れるよ、外。ほい。はい。今日から、うちの子だよ。ウェットシェルター入ってくれるかな？ちょっと警戒しながら、ウェットシェルターに入ろうとしているのかな？入っていくか。
すごい、いきなり動いたね。どうしたどうした。さあ入ってくれるかな。好奇心が強いね君。なんていう名前にしよう。すぐウェットシェルターに隠れるからと思いきや、全く入らずに辺りを物色していますね。黄色い食べ物って何があるかな。蜂蜜とかレモンとか何かあるかな。まあまたこの子のお名前が決まったら発表したいと思います。はい、ちょっとベッドシェルターに隠れていきましたね。わ、また出てきた。すごいね君。ということで今回はごま塩のお嫁さんを迎えして飼育環境を作っていくっていう動画になりました。これからね愛情たっぷりに育てていきたいと思いますね。めちゃくちゃ可愛い。めっちゃ舐めてる。君が歩いていたところ水皿なのに壁の水滴を舐めてるっていうね。これもファンサービスなのか YouTube が分かってるのかもしれません。ということで本日はこんな感じで終わっていきたいと思います。他にも色々と動画出しているんでよかったら見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。